約2週間の短期間で第一次要員として派遣され、国連監視は大阪です。対象は東行き2等陸佐です。
と対戦に上級装置を山の内に乗る一瞬で食いです。高速の車両は名物偵察車と路線車です。長女長木光一巡礼食いです。続いてここ天童駐屯地をはじめ長野駐屯地